はい、こんばんは。龍が如く6命の歌、久しぶりにやってきます。じゃあやりましょう。続きから。お、あれ、終盤やと思ってましたけど最終章やん。最終章って書いてるやん。許されざる者。こっちかな。あ、そう、最終章やったか。やっていきましょう。大道寺先生でしたら、あなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。常を。常ちゃま。いつからそこに。あの戦艦が表に出た以上、あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですが、おかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。何やろ。それにしても、あなたは大道寺になんと泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかし、あなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕ろうが、大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。苦しいな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。知ってたんや。どこから知ったんや。なんだと。40年前、まだ子供だった私のところへ、松永という陽明連合会の幹部がやってきて、全てを明かしてくれたんです。松永。その頃、秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。あの松永やんな。そして秘密のすべてを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。それももうしっかり分かってた上でヤマトのプラも買ってたんかな。多くの人間の口を完璧に塞ぐなら、いっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて、大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい。70年もの間、あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになれば、その汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者と。親父殺すつもり。最後に一つ聞かせてください。最後にって言った。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか。なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです。尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。
自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。いろんな親子の形やな。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。ここもそうやし。それはあなたの勝手な言い分だ。ローのとこもそうやし。不足に感じるかどうかは私の問題です。桐生さん、春香のとこもそうやし。ではどうしろと。私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を、私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋界の牢を駒にし菅井を手なずけて、東上界は今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東上界と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後継人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を買わせていれば、陽明連合はもっと表立ってカムロ町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。ということは、つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって代わる絶好の機会が訪れることになった。うわ、腰水。いや、そう、今尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。いや、服これで終わりなん、こいつ。これが大道寺か。父、クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。聞こえてんのか。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一
カズマを始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクロスタケルを名乗るがいい。ああ、こんな後死ぬだけみたいなやつに。承知しました。始末とか言われたくないよな。ちょっと乱暴な言い方やけど。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって、はあ、だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。こういう時って爪とか伸びひんのかな。動いた。あ、伊達さん、ちょっと起きて。ああ、遥かが医者呼んでくれ、早く。来た。広瀬のおやすさんが乗り移ったりしてる。最終章、許されざる者。いや、ここが最終章ってロード画面で知ってしまった。ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん、わしらはもう。店長、ブス。モレノですけど、今日は開けんでええですか。いや、こんなん言ったら悪いけど。おう、いや、明日も明後日も休みにしとけや。ブス戦って言われてるから。純子、おにぎりくれや。ええよ。こいつおにぎりみたいやもんな。昨夜、尾道人外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦ヤマトを上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。分からない。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。しかも会長が自決したってことになってるでしょ。ユータからの電話だった。遥の意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか。ほうか、そりゃよかったですの。遥ちゃんが。桐生さん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。なんかもわしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんか、おやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃかしら。父親が死んだ時わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。
わしが親父いう言葉で浮かぶんは広瀬の親さんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを親さんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは堂々とあん人を親さんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永の兄貴。おいじゃ、やっぱりわしら、おやっさんのために泣いてええんじゃな。わあ。キヨちゃんはキヨちゃんでもう誰もおにぎり食うてくれへんから泣いてるわ。おにぎり食え。なんじゃこのおむすび、塩味が効きすぎじゃい。みたいなやつやれ。桐生だ。今近くに来てるんですが、会えますかね、四代目。お前染谷か。ええ。お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。待てとか待てって言うて切られたんやったら折り返す。もう一回かけりゃええねん。使い方知らんのか。まだおにぎり食うてへんや。こいつは食うてるわ。もう手に持ってない。ゆうちゃんおにぎりちょうだい。くれへんわ。広瀬一家に、広瀬一家専用おにぎりなんやな。ちょっと部屋なんかあるか。おいおい、布団も敷きっぱなしやないか。はぁ、フェリー乗り場で待ってます。ということですが、最終章って言われてもまだやってないこといっぱいあるぞ。まだ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 終わらんと思うよ。ここの鍵開いてないしな、これ。気流界もそうやし。怖い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 。の猫か。どこや。ん？どこや。あ。こっちから聞こえる。あ、あ、あ、猫ゲージ出てきた。おった。おい、
ごい。こんなに嫌われる。うまそうだな。行ってしまった。飛龍会もそうやし、草野球もそうやし、まあ草野球そこまでやるかっていうとこはあるけど、あとなんかいろいろ。おお、うん、めっちゃ猫おるな。どこや。ん、どこや。こっちから聞こえた。猫集めもせな。こっちか、上か。あ、おった。すげえ。ちゃんと視線をそっちに向けたことにより降りてきてくれた。これどう？どう？おーい。うまそうだな。おー、すげえ。効果は抜群や。来い。うまそうだな。よーし。いい子だ。よし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 。はいはいはい。ニャンニャンサボンのバイトのものです。大変やね。うん、よろしくよろしく。帰りの新幹線乗ってるタイミングぐらいでもう一回連絡すると思うけど怒らんといてな。うん、霊福気流さんもレアやしな。今のうちに動き回ろう。なんか今でも思い出すな、あの龍が如く通かなんかで、この姿霊服って言うてたら、霊服ってわらわらみたいな、なんかコメントがついて、えってなったの思い出すわ。いや間違ってないんですけど。思い出すわ。っていうかあそこ、んどこや。いやー、あ、猫。どこ？喪服だけが正解やと思ってる人やったんやろな、多分な。冠婚葬祭全部ひっくるめて礼服って言うんだよ。言ってやりたかったけど。どこや。さっきのあの上からひょこひょこってこう降りてきた猫の件があるから、もう鳴き声イコールどっかにおるってことやと思ってしまうけどな。そうじゃないパターンもあるんやろか。でも俺がやりすぎたら尾道から野良猫が一匹もおらんようになってしまう。それはそれでなんかやりすぎ感もあるよな。ええんやろかっていう気するよね。なんだ。どこや。
普通に下におった。おい。肉味噌じゃい。ほーら、興味ねえか。こんなに豊富な選択肢がある中で、こんな嫌われるメニューを立て続けに選んでしまいますかね。うまそうだな。いや、これじゃ少ないよな。さっきの効果抜群なやつあればな、ええんやけどな。カツオ節。ほーら、うまそうだな。あかんわ。行ってしまった。ここの鍵よな。鍵がか。鍵探したいな。だいたいこの金庫のすぐそばにあるんよ。今さ、うん？何？消火器が。今さら多分大したアイテムじゃないと思うけど。なんか気持ち悪いし見つけたいよな。どこやろな。でも難しいんよな。上とか見なあかんかったりするしな。本当ですか？今電話のすごいいいとこやったのにぶつかって中断させてもた。本当ですか？言うたとこで。どこやろう。絶対あかんって。こんなとこの鍵取ったら。西郷から逃げたくて横道にそれたら見つかった。ラッキー。いや、もうようあるやん、その家の鍵ポストのとこに。ほら、ほんで怖いもん見つけてるし。一応元の場所に戻しといたら鍵。よし。気流会行ってもいいかな。お、ん？猫ほんまに多いな。こいつなんや、どれがいいんや、わからん。サーモンのパテ。もう覚えてない。どう？よーしよしよし。うまそうだな。大して効果は高くないけど、でも3回食わしたらいけるやろ。うまそうだな。うまそうだな。よし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 、いい子だ。尾道から猫。よし。ニャンニャンサボンのバイトの子です。ほらもう猫を預かりに来ました。目が死んでるやん、バイトの子。ほら、連絡くださいね。それでは失礼します。目が死んでるよ、完全に。嫌でたまらんのやろ。よし。マスターの料理はどれもおすすめですよ。顔は怖いけど料理は美味しいですから。いらっしゃい。お、魅力上がる。あんまりやな。
あんまりやな。なんやこの。気に入ったぜ。おお、なんか、やった。やった。もう覚えてないけど、ありがとうよ。セットやった。よし。行こうぜ。ジャスティスとの戦い。でも星一つやん。しょぼ。草。こんなんやる必要ある？行くぞ！やるのども！行こう行こう。あ、ちゃんとこの時もこの格好なんや。男マサオの生き様見せてやるぜ。強そう強そう。軽くひねってやりなさい。どうしよっかな。花橋。全員まとめて相手になってやりますよ、キリュウさん。もう組長クラスだけでいけるんちゃう？もう一通りいけいけいけ、イーブチ。うん、どんどんいけ。うん、ポジいけ。全然問題ないな。飛龍界の勝利だ。なんやこれ。もうお前らが勝手にやっとけ、これぐらいのことは。よお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。煩わすな。こんなもんでレベル上がんな、お前らも。あれの下に突きてんだ。なんやこいつ。なんやこの名前。ジャスティスとの戦い。あ、こっちか。こっちがメインっぽいな。やろうども。やばいっすよ、キリュウさん。おーおー、ジャスティスメンバーが大勢やってきました。多分やばくないって。いよいよお出ましになったか。やばくないよ。まだそんなに多くはないはずだ。今のうちに叩いちまおう。うん、そうっすね。派手にやっちまいましょう。うんうん、よし、行くぞ。もうこんなにメンバーを送り込んできてんのかよ。ジャスティスの総メンバー数を考えたらこんなの序の口さ。これも倒せないようじゃ何も始まらない。知ってはいたけど、やっぱりとんでもない相手っすね。順番間違えたな。ああ、だが俺たちはそれを倒さなきゃならねえ。相手がどんなに強かろうがな。それが男ですよね。よく覚えてるな。まあそんなところだ。さて、雑談は終わりだ。お前ら行くぞ。おう、うっす。もう大体の幹部こっちにおるからな。よっしゃ、出番だ出番だ。こんな名前もないやつに負けへんよ。もうなんやねんこれ。よし、俺たちの勝ちだ。何にビビっててんお前らは。はい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 。よっしゃ。よーっ、お疲
れ様でした。お疲れ様でした。もう嫌味聞こえるわ。よっしゃ、やりましたね、キリュウさん、ジョーさん。俺たちも最低限の戦いはできるってことだね。ほんまに順番ミスった。ブラボーブラボー、ついてるね、乗ってるね。ん、この声はやっぱり、ああ、お前矢野か。久しぶりじゃねえか、ジョー君よ。こんな田舎町に出戻りしちゃって哀れなもんだね。確かに一番最初に送り出されとったよな、こいつ。あんたがキリュウとかいうおっさんか。なんでおらへんのやと思った。俺はジャスティスで敏腕プロデューサーをやっている矢野トールっていうもんだ。以後お見知りおきを。何なんだ。岡田和親がばらまいた金を拾わずに来たやつや。矢野トール、六教人の切り込み隊長と言われてる男です。もともと窃盗や詐欺のスペシャリストとして有名だったところを岡田に引き抜かれたんです。今のジャスティスの軽犯罪担当ってとこですね。人を騙して裏切って金を取る、せこい男ですよ。おいおいおい、そりゃねえだろ。昔の仲間にえげつないこと言うね。それに俺は敏腕プロデューサーだって言っただろ。若い連中に金になる仕事を一生懸命プロデュースしてやってんだぜ。何がプロデューサーだ。お前のせいで何人牢屋にぶち込まれてると思ってんだ。おお、細かい。やだね、細かい男は。ジャスティスが潤ってんのはなんだかんだで俺が稼いでるからなんだぞ。おい、そんなことはどうでもいい。しかし六教人の中で一番、お前は俺たちを倒しに、声優がうまい。まあまあそう焦るなよ。俺も長旅で疲れてんだよ。今戦う気力なんてねえんだ。それに何気に尾道に来たのは初めてだよ。ラーメンでも食って観光でもしようかと思ってんだよ。ラーメン。だからお前らを殺すのはもうちょい後にするわ。ちなみに今お前らが倒したやつらなんかほんの小手調べて、これからうちの連中をガンガンつぎ込ませてもらう。あんなに手が悪かったの。まあ、そいつらと遊んでせいぜいヘトヘトになってりゃいいさ。お前らがヘナヘナになった頃俺はちょちょいと刈り取らせてもらうよ。この野郎。俺は他の六教人の連中と違って頭がいいからよ。そんな感じでよろしくな。じゃあまあ俺が観光終わるまでは生き残ってくれよ。なんか頭に来るやつですね。本当に強いんすか。ああ見えて相当な実力者だ。対抗するためにこっちも準備しねえとな。準備か。他の六教人何人かもおるけどまだ足りひんかな。うん、ほら何人かおるけど足りひんかな、これじゃ。行こう。お前ら気合い入れていけ。びっくりするやろな。よっしゃ、出番だ出番だ。あれ、向こうにおるのうちの幹部じゃないっていう顔してたな今。もう小島もここ行け。直接行こう。直接もうここに行き、現地集合。気流界の勝利だ。ビビらせの極み、使うまでもなくビビってるよ。よお疲れ様でした。いい戦いぶりだった。お願いします。仲間にしてください。
まあもうこのまま行ったらいいやろ。矢野軍団総攻撃。マジで。お前ら大丈夫かな。気合い入れていけ。やばいぞ、これで俺らがヘナヘナになったところを叩かれるらしいから。ほらほら、行っちゃうぞバカ野郎。人の行っちゃうぞバカ野郎取ってるやん。いけいけいけ、よし、ビビらせろ。おー、ビビっとるビビっとる。ドロップキックや、弾け飛べ。弱。飛龍会の勝利だ。ジャブで殺してたやん今。毎回あの買った時にジョーがやってるあの実手みたいなポーズ気になるわ。よくやったお前ら。片腕まっすぐ上げて片腕曲げてるあの実手みたいなポーズ気になる。ヒュー、なかなかしぶといね。矢野か。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが矢野トール。待たせたな、キリュウさんよ。全然待っていない。うん、ほんまにな。おいおいおい、マジで。まあいいや、今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んで、のどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教人の連中が早くしろってうるせんだよ。あ、そうな。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの六教人の本気をお前らに見せてやるよ。首をきれいに洗って待っとけよ、バーカ。いよいよ次は矢野が相手ですね。六教人がうるさいって言ってた。だが俺たち気流界も確実に強くなってきてる。早くお前も観念してこっち来いって。気流さん。はあ、矢野徹。一筋縄では行きそうにねえな。気流さんまで何言うてんねん。あの角度でマサオが会話に入ってきてたんか。六教人矢野徹。行きましょう。お前ら気合い入れていけ。圧倒的な強さを誇る矢野を倒してって書いてあった。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。うん、分かった。ああ、うん、それじゃあ行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。おう、うす。六教人の一人である矢野を倒せばジャスティスの力をかなり削ることができる。うん、そうすればジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。うん、ここで勝てればめちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう、キリュウさん。ああ、これ以上あいつに好き放題言わせておくのも尺に触るしな。よっしゃ、お前ら We are 矢野トール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 。おかしいやん。よし、お前らは矢野トールではないやん。キリュウかい、出撃で行くぞ。おっしゃおっしゃ。よっしゃ。俺やったら笑うてまうけどな、あれやれって言われたら。全く笑ってなかったから多分本気なんやろな。
下城。ああどっち向いてんねどっち向いてんねドロップ、はい、はいはいどんどん行け、何があるかわからんぞ、油断すんなよ、油断すんなよ、うん、気つけて、気つけろよ、いやわからんわからん、まだ全然わからん、まだ全然わからんぞ、気つけろ、気を緩める、そうそう気を緩めんな、いけドロップキックや、もうあやばいやばい食らってるぞ、回復してけ回復、ちょっとちょっとみんな暇そうやから、うん、ちょっとアリさん送るわ、アリさんあっやのアリさん送ってたらもう矢野が死んでた、お疲れ様でした、いい戦いぶりだったぞ、はいはい、信じられねえ、数では負けてねえはずなのにな、もうお前の負けてたよ、矢野、ここは俺たちの大事な町だ、連中連れて出てってくれ、そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ、六教授にはよ負けは許されねえんだ、負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ、だから俺にはここでお前らを倒すしか道はねえんだよ、うん、お遊びはこれまでだ、六教人の恐ろしさはここからが本番だぜ、行くぞ、おお。あれだな、それ誰あ、ジョーやったどこや、待て待て待て、あーあれか、あいた待ってな、とりあえずおあいたお危ない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 、こいつがやばい、よしよしよし、タンクトップ倒して、さすがにしぶといなこいつはな、おなんや今の、よし、オッケー、なんかまあ得意技 見してもらおうか、おわー痛い、やられた、よし、おっしゃ、ジョー、マサオ、押さえとけ、気流界に手出したこと後悔させたろ、おいおいおい、つえ、信じらんねえ、あの六教人の一人矢野を倒しましたよ、ああこれでジャスティスもちょっとは焦るだろう、矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ、むしろ焦ってるのはお前の方だろジョー、お前はジョートランキーロ焦んな、無理やり焦るを入れてきた、六教人の一人内藤岡田に並ぶ実力者です、
まさか尾道に内藤が投入されるなんて、うん、投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、うん、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？吹き替え上手いやつが尾道に配置されてる。伝説の極道、道島の竜、桐生一馬。え？登場会って、あの桐生さん、ヤクザだったんすか？昔の話だ。わかるやろ。今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、キリュウって名字を聞いただけでピーンと来たよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、キリュウさん。拍手はせえへんよな。ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、キリュウさん、トランキーロあっせんなよ。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもすまんねえよ。内藤といえばあれなんですよ。全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。海外行ってたから。じゃあな。おい、あ、そこにお前の仲間が倒れてる。連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六教人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのこと、とどめでも刺してやろう。いや、やっせんなよ。やめとけって。てめえ、ナイト。トランキーロの意味は、焦んなよっていう意味です。相変わらずだな、ジョー。お前も岡田も、そういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ。てめえもじっくりいたぶって、葬ってやる。焦んなよ。焦んなよって言ってるんですね。ナイトか。まさか桐生さんがそんな有名なヤクザだったなんて。過去の話だ。でも会長だったんですよね。道理でチームまとめるのもうまいと思いましたよ。俺たちは桐生さんを信用してるし、過去がどうだろうと気にしないよ。むしろそんな人が近くにいるってのは心強い。いろいろ勉強させてもらうよ。そんな大層なもんじゃない。俺が教えられることなんてねえよ。そんなことねえって。なんや、おい、自分に自信持てよ、桐生ちゃん。おい、いいんですか本当にこいつ仲間に入れて。俺は別に構わん。本人も心を入れ替えるって言ってるしね。おうよ、ジャスティスなんて最低だぜ。俺は拳を交える中で桐生ちゃんに惚れたんだよね。あれが桐生ちゃんじゃん。これからお世話になるわ、よろしく。俺のこと桐生ちゃんって読んでええのはもう眼帯つけてるやつだけ。まあでもこいつの強さは本物だ。内藤を倒すにはこっちの戦力も増やさねえとな。任せとけって。正直俺もあんな風に切り捨てられたチームに未練はね、あるのは恨みだけだ。俺にもプライドがあるからよ。ジャスティス潰し協力させてもらうぜ。ああ、よろしく頼む。お前でも二度とあれやめろよ。おいおい、矢野通る、それやめろ言うてんの。任せとけよ。次の相手の内藤は禁止やぞ。今まで以上のメンバーを率いてるって。桐生会の風紀が乱れるからやめろ。お前、それ俺の仲間のガキンチョどもとはちょっと質が違う。まあ注意した方がいいぜ。準備しっかりしていかねえときついかもな。わかった。いいね、この顔ね。爆弾兵なんや。おお、側近も入ってくる。いやいや、矢野徹やってた吉川も入ってきたわ。